はい、アキゲームズです。アサバンレルムにある採掘宝箱を11個取ることにより隠しアチューメントを達成していきたいと思います。今お見せしているのはアサバンレルムのマップとなっていますが、1番から9番のところに開けると1モラだけが取れる採掘宝箱があり、9箇所すべて開けるとお宝の地図を入手できます。地図を入手した後、お宝の1番のところで採掘すると貴重な宝箱を取ることができ、その後にお宝の2番のところで採掘すると貴重な宝箱とアチューメントを達成できるという流れになっています。1番から順番に回っていきますが、概要欄の方にチャプターがありますので、気になるところがある方はそちらからご覧ください。ここから1番と2番のところに向かっていきます。パルディスディアイのワープポイントにワープをしていただき、そこから南東方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでいき、草元素で起動できる岩の横を通り過ぎたら、さらに南東方向に向かって飛んでいきます。バデュイがいるあたりを通り過ぎたら、荷車の近くに採掘できる穴があるので近づいて採掘をしていきます。ここで1番の1モラが取れる採掘宝箱を回収したら、次は南西方向に向かって進んでいきます。道内に進んでいくと、建物の階段の隣に採掘できる穴があるので採掘していきます。2番を回収したら次の場所に向かっていきます。ここから3番のところに向かっていきます。アシャバンレルムの天神像にワープをしていただき、そこから南西方向に向かって飛び降りていきます。道があるあたりまで来るとテントの隣に採掘できる穴があるので採掘していきます。3番を回収したら次の場所に向かっていきます。ここから4番のところに向かっていきます。アシャバンレルムの七天神像にワープをしていただき、そこから北西方向に向かって進んでいきます。そのまま北西方向に向かって飛んでいき、クローバーマークを使って移動すると下の方に採掘できる穴があるので近づいて採掘をしていきます。ここで4番を回収したら次の場所に向かっていきます。ここから5番と6番のところに向かっていきます。キャラバン宿駅の北東にあるワークポイントのすぐ北西方向にリーフコアがあるので、草元素攻撃を当てて起動していきます。そうするとクローバーマークが出てくるので、それを使って移動していきます。しばらくクローバーマークを使って移動していくと、エルマイト旅団の拠点のところに採掘できる穴があるので採掘をしていきます。ここで5番の1モラが取れる採掘宝箱を回収したら、次は北東方向に向かって進んでいきます。キノコンがいるあたりを通り過ぎたら、そのまま道なりに進んでいき、苗畑の近くまで来たら、次は北方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでいくとエルマイト旅団の拠点の隣に採掘できる穴があるので採掘していきます。6番を回収したら次の場所に向かっていきます。ここから7番のところに向かっていきます。キャラバン宿駅の北東にあるワープポイントにワープをしていただき、そこから南方向に向かって飛んでいきます。正面にヒルチャールがいる建物が見えるので、そちらに向かって飛んでいきます。少しずつ高度を落としていくと建物の隣に採掘できる穴があるので近づいて採掘していきます。ここで7番を回収したら次の場所に向かっていきます。ここから8番と9番のところに向かっていきます。ダーリ遺跡の南東にあるワープポイントにワープをしていただき、そこから北方向に飛び降りると採掘できる穴があるので採掘をしていきます。ここで8番を回収したら次は北西方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでいくとクローバーマークがあるので、それを使って移動をしていきます。次は北東方向を見ると採掘できる穴があるので近づいて採掘をしていきます。9箇所にある1モラ採掘宝箱を全て開けると協定の宝の地図を入手することができます。
協定の宝の地図はバッグの任務アイテムのところから見ることができ、バツ印のところにお宝があるということになっています。ここから向かっていきます。ここから1番のお宝のところに向かっていきます。ダーリ遺跡の南東にあるワークポイントにワープをしていただき、そこから北西方向に向かって進んでいきます。左に回り込みながら進んでいき、この辺りから南西方向に飛んでいくと、下の方に岩がいくつかあるのが見えます。近づいて採掘すると貴重な宝箱を取ることができます。宝箱の中身を回収していると、そのまま箱の下にある紙も読むことになり、それがもう一つの宝箱のヒントとなっています。次の場所に向かっていきます。ここから2番の宝箱のところに向かい、隠しアチーブメントを達成していきたいと思います。アシャバンレルムの七天神像にワープをしていただき、そこから北東方向に向かって進んでいきます。キノコンは事前に倒してありますが、キラキラに近づいて採掘すると貴重な宝箱が出て、隠しアチーブメントも達成できます。以上となります。このチャンネルではギミックの解説や生遺物などの回収ルート、螺旋の攻略など旅人の皆様のお役に立てるような動画を投稿しています。よろしければチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。またライブ配信も定期的にしていますので、よろしければお越しください。 Twitch、Twitter、およラボの方もフォローいただけると嬉しいです。では